パーティーにコーチですから、はいはいはい、ちょっと来いって、はい、やぼう、ちょっと悪いけど、ちょっとこの試合終わったら2軍や、うん、でもまあ、仕方ない、わかりました、うん、でももう、あもうじゃあ2軍だったらね、うん、練習もいいやろ、うん、吉子さん、走塁に行かなかったわけです、うんうん、もう吉子さん、その時点でもう分かってるわけですよ、なるほど、立川言ったなみたいなでもうね、もう僕らとかを来て5秒ぐらいでもう立川さんの方に走ってくれたどうしようと思って、ね、まあブルペンに行ってですね、まあ土が、黒土が、立川さんこのユニフォームに、当時のあの人工芝の靴もブツブツなんですよ、もういっぱい水玉模様